レフトでのスタメンが、アルモンテの不振というところもありますが、これはどうでしょうか。高く打ち上げた151キロのまっすぐを行きました。それをどこまで行ったでしょうか。福田のパンチ力、まっすぐに押してきた岡田のそのまっすぐを見事に高々と打ち上げてレフトスタンドまで運んでいきました。今5階席じゃなかったですか。そうですね、ボールがちょっと跳ね返る、どこかで跳ね返る。さあできれば大きなのが欲しいという福田。おどうか、レフトへ行った、行った、しかも2アウトから甘く来たボールを逃さず福田の逆転ツーラン。この試合初めてドラゴンズリードを取ります。宮田の表情、いや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 、井端さん、この位置付けは大きいですね。そうですね、真ん中付近をね、はい、思いっきりスイングしたと思いますけど、やっぱりね、前のバッターフォアボール出して、ボールになって、やっぱりまた次ボールになるとね、連続フォアボールだけはピッチャーも嫌だと思いますんでね、こういうところでね、チームとして戦っていけば。ちょっとフォアボールが多いということに苦言が呈していました。まあ、スリーツーっていうカウントも多いですね。こうピッチで、まあ、今のところこう、ね、うまくしのげてるということありますけど、はい、フォアボールで出したランナーというのをそこからの失点はね、やっぱ確率高いですからね。レフトへ伸びていく、大歓声の中どうだ、飛び込んでいった、バット一線振り抜いた今シーズンの第3号福田、鮮やかに逆転。その弾道は大歓声で迎えるドラゴンズファンの中に吸い込まれていきました。3対1。今のボールは、今はおそらくスライダーですかね、膝元のスライダーですけど、こう右バッターですから当然うまく打ってもファールになりやすいコースですけど、はい、これはバッターの福田がうまく打ちましたよね。一応5安打に抑えています。3奪三振、センターへ大きい、ギリギリターン、あのホームランが飛び出しました。バックスクリーン1点返して8対3。これは見事な綺麗な福田らしい打球でした。8対3、6回の裏に福田の一発が飛び出しました。公式戦はマックスになりますね。ああ、やっぱりね、はい、でも150で届くぐらいのボールは見たんですが、152というのはやはり最速でした。お、意外と伸びて入りました。福田のパワーです。いやセンターの距離のあるところに放り込みました。5点目が入って5対0。今ちょっと変化球でしたか。まあね、速さがあってもね、はい、やっぱり変化球でもね、あ、いわゆるスラッターかもしれませんね。ね、はい、でも高かったですよね。あ、そうですね、はい、さあこの打球は伸びていって、こちらもホームランを打っていきました。これが福田のパワーです。素晴らしいですね、こちらも一発は打ってきました。福田、和製大砲がここでホームランです。まあ、こういうところでね、その前の展開の中野手としてはね、はい、ちょっとシュンとなってしまう、淡白になってしまうっていうのが見える
のが多いんですよ、はい、でもその中でね、自分はそういうことをやってる場合じゃないっていうものをね、捉えた、快音響いた、スタンドドラゴンズファンのもとに飛び込みました。一矢報いた、野球は球界から。真ん中付近、ど真ん中ですね、スライダーが、はい、やはり甘い、ホームランにはならなかったんじゃないかなとは思いますけどね、はい、あ、これも捉えたか、レフトのバレンティン見送りました。清水この回ビシエドと福田2発を浴びました。いい角度です、レフトバレンティンが追っていきますがフェンス、入りました、入りました、最前列に飛び込んでいきました。福田のツーランホームラン、いい当たり、ストレート持っていた感じ、ライトへ持ってった、見送ってホームラン、4戦で3発放ちました。見事にライトへ運んでいきました。ゲームが動き出します。2桁ホームランになりました。第10号で先制ホームラン。いえどもね、はい、山田のは行くようです、高めの球、高々上がった、センター下がる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 、向こうに入った、2本目、3点全部この男、第11号。ホームラン、タイムリーツーベース、またホームラン。ゲームは5対5の同点。狙って右方向はどうでしょうか、この打球がいった、スタンドに入りました、第12号。ランナーをすべて返す、そして自分も帰ってきた、福田の満塁ホームラン。まあ一つ前も高木さん、本当に危ないボールだったんですけどもね、はい、そうですね、福田は勝負強いですし、はい、やっぱ押し出しているということが、結果を出せるか、3ボール2ストライク、捉えた、センターへ、見送った、スタンドイン、福田の同点ホームラン。ここでその力を見せつけました福田、1対1、ゲーム振り出し、1番の大島から始まって、まあ、簡単にこう2アウトになって、はい、やはり今日も大瀬良に抑え込まれてしまうのかというところで、この福田の一本です。レフトへ低い弾道、フェアかファウルか、ボールに当たった、福田のツーランホームランがこの場面で飛び出しました。7回の裏、強打が帰ってくる、そして福田が帰ってきました、第14号のツーランホームランで、これでドラゴンズは8対4。ツーストライクナッシングから、ツーストライクからの、川上さん、最後はスライダーですか、はい、4球目、ね、まあこれもされますから、打ち返した、いい打球だ、フェンスオーバーです、福田校長先制ツーランホームラン、今月8本目、夏に強さを見せました福田、価値ある一発、2対0、センターから右へ距離を出しました。気持ちいいホームランでしたね。
これで井上さんね、強打の分もチームとしては帳消しにしましたね。まあそういうことですね。これ強打のこの辺りはレフトへ、ゲレーロバックする、ゲレーロなおバックして、どうだ、これは見送ったか、入りました。先制は中日ドラゴンズ。8月絶好調でした福田、この9月に入っても快音はとどまるところを知りません。ツーランホームランを放った今福田、ゆっくりとホームイン。先行はドラゴンズです。高橋さん、今のはメルセデスの失投だったんでしょうか。まあそうですね、失投といってもですね、やっぱホームランってなかなかね打てませんし、ただこの福田選手がね、メルセデスに相性がいいというところでね、なるほど、お互いの心理のね、はい、違いはあったかもしれないですけどね。そうですね、まあ、対戦打率は5割を超えるというね、なかなかね、そこまで数字の方があんまないんですけどね。そうですね、非常に調子がいい。この辺りも左中間方向、打球は伸びて伸びてスタンドに入りました。昨日に続いての福田の1本が出ました。17号のツーランホームランが飛び出してドラゴンズ追加点。終盤に入ったゲームの流れの中でまた大きな1本が出ました。昨日は先制のツーランでしたが、今日は試合の流れをもう一度ドラゴンズに呼び寄せる17号のツーランになりました。切り替えの良さ、いい当たりだ、そのまんま行った。勇気を与える1点目は福田のホームラン。一振りで決めてみせました福田、4対1、第18号。